はい、今回は夏休みコロシアムのベロ編成紹介していきたいなと思います。はい、まず軽くパーティー紹介しますと、このパーティーだいたい1周半で回れて落ち込んだしばっち採用してます。でしばどろ編成組めてる方はね、別に乗り換える必要はないです。そんなにめちゃめちゃ早い快適ってわけでもないんでね。はい、それじゃあまずリーダー、ベロはですね、超つなぎ月収強化にダメージ上限解放をつけてます。で次夏休みヨグソトースですね。で次紙結びの青番で超覚醒スキブにダメージ上限解放をつけてます。次警護坊ちゃまですね、アトベ採用してます。こいつにはスキル遅延と上限解放をつけてください。代用は同じようなスキル持ってるのがウルトラマンコスモスだけなんですけど、こいつがね、確か潜在6枠しかないんで実質代用はないのかなって思ってます。で最後、Z ですね、超覚醒コンボドロップ生成に上限解放で、フレンドも同じですね、 Z 採用してます。はい、そしたらね立ち回り見ていきます。一応ね右の PDC にある通りなんですけど、1回ねまずバインドが飛んできます。ランダムで1体バインドですね。で紙結び以外はバインド耐性があるので、まあ問題ないんですけど、紙結びに飛んできた場合は2回がねワンパンができないかもしれないです。てかできないです。はい、なんで2回はね 2ターンに分けて倒してください。で2回なんだけど、 Z のずらしだけでは倒せません。光か水のね別途コンボが必要になってきますね。1コンボでいいのでコンボしてください。で3回はアトベ使ってヘイストで Z のスキルを上げていきます。はい、 Z が溜まり直したので Z を打ってずらして倒していきます。で今回このパーティーね、特に列強化はないので水の1列を組む必要はありません。ただつなげちゃってください。はい、で4回は1回まずベロアでロック解除をしてから Z を打ってまたつなげ消しで超根性まで削っていきましょう。で超根性まで削ったらね、特に何も行動はしてこないので、また次のターンも Z を使ってずらしてください。今ですね風邪をこじらせているので、ちょっと喉の調子が悪くて時々かすれ声になりますがご了承ください。ってことで5回ですね、5回はダメージ吸収してくるので青紙結びを使ってダメージ吸収無効してから Z を打ってつなげて突破してください。で紙結びはねもう1回ボスで打つ必要があるので、代用するならズコックとか4ターン以内で打てるダメージ吸収無効スキルを持ったキャラを採用してください。でこれは6回ですね、6回は最初に消せないドロップをしてくるので、ヨグソトースを打って消せないドロップ状態を解除してから Z を打ってつなげて倒してください。で最後カリンですね、最後じゃないですけどボス前最後はカリンが出てきます。カリンはねダメージ無効してて、でさらに水属性のダメージを軽減してくるのでワンパンは不可能です。なので2回に分けて倒してください。 Z を2回打てば倒せます。そしたらね最後ボスなんですけど、ボスはね初手で回復ドロップをロック状態にしてきます。はい、こんな風にねロック状態にしてくるので、まずリーダーの夏休みベロアを打ってロックドロップ状態を解除してください。で Z を打ってずらして、はい、超根性まで削ります。そうするとねダメージ吸収無効と約50万ダメージを飛ばしてくるので、耐えた後ね紙結びと Z を打ってずらして倒してください。以上です、お疲れ様でした。今回はね優秀な武器がたくさん落ちるので周回しましょう。はい、お疲れ様でした。